こんにちは皆さん。今日はちょっと学校についての話をしたいなと思います。よく台湾に留学するのってどうやったら留学できるのって言われることが最近増えてきて、留学のパターンでも台湾の留学では3種類のパターンがあります。まず1つ目は一番まあ多いと思うんですけど、語学留学ですね。台湾に中国語を勉強しに来て、まあ3ヶ月半年1年まあそのぐらいの人が大体なんですけど、日本の大学を休学してきて来る人や、卒業した後の1年目で来る人、もしくは仕事をやってて6年ぐらい働いた後に来る人など、いろいろな種類の人がいます。で、僕も実際に台湾大学の語学学校に1年3ヶ月ぐらい通っていた時期があったので、まあそれのことについてまずはお話していきます。語学留学の場合は申請書を出すと、まあ基本的には誰でも入れるので、中国語を勉強したい時にその絶対必要なテストなどはありません。その代わりに入ってからある程度の成績を取らないと、その母国に強制帰国になるので、その成績さえ取っておけばまあずっと入れるっていう形です。で、もう一つのパターン、二つ目が交換留学です。日本の大学に在籍していて、その日本の大学から単位を移行できる仕組みで、1年間半年ですかね、半年か1年ぐらいですかね、基本皆さん来てます。そういう留学はまあ大学、各大学に問い合わせないとわからないんですけど、ある程度の成績を持って、まあ、言語能力も少しあった方がいいと思うんですけど、その状況で来る人が多いです。で、3つ目が今の僕の状況なんですけど、本科留学という4年生大学にそのまんまもう在籍するパターンです。で、このパターンは少しややこしくて、日本の高校を卒業してまずそのまんま直接来る人もいるんですけれども、違う大学から入ってくる、でその人が僕なんですけど、もともと違う大学にいてそっちの方を休学、まあないしは辞めてまたこっちの方に来るっていうパターンで、その時には年に1回しかその試験で審査の機会がないので、その審査が大体1月から3月に行われて、書類審査とあるところは面接審査もあるんですけど、それが終わって5月ぐらいに発表です。で、9月に入学なので、やっぱりその準備をする期間が必要なので、僕の場合は2015年の11月に始めて、審査で受け取ったのが6月の末とか7月の頭で、なので半年ぐらいはずっとその書類作成や結果待ちで、その間にずっと語学学校に行っていた形なので、台湾にいながら語学学校にいてその大学の書類を作ったりしていました。いろんな留学の仕方があると思うんですけど、大きく分けて台湾の留学は3種類です。皆さんもし台湾留学に少しでも興味を持っていたら、いいね、そしてぜひ下の方にコメントなどもお願いします。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは。